板金塗装、板金塗装とは、主にダメージを受けた自動車の外装パーツを、板金作業と塗装作業の工程を経ることにより、修理、再生する作業を指す。板金塗装は、損傷を受けた自動車のボディーパーツを、板金と塗装の工程によって、修復、再生することを目的として行われる。建築物などの材料加工や修復についても呼ばれる。 ことがあるが、一般的には、自動車の修復作業を指す。板金作業は、車のボディの変形部分を、元の形状に戻すための作業である。変形の程度によって、外反業務、フレーム修正、取り替え作業の三つに分類される。板金ハンマーと当て板を使用するハンマリングによる、板金が代表的なものになるが、スタッド溶接機を使用するものやフレーム修正装置を、 使用するものなど、その方法は多岐にわたる。また、ボディパーツの部品交換作業や、塗装作業に伴う部品の脱着作業も、板金の一部として扱われる場合が多い。塗装作業は修復した部分に調色した塗料を塗り、元の色合いに塗装していく作業である。板金によって整えられた、ボディパーツや新品に交換される、ボディパーツに対し、 吹き付け等の塗装を行うことにより、元の状態に近い装飾を行う作業である。ありがとうございます。